トヨタルナ、2002年、平成14年7月17日台は、日本のグラビアアイドル、女優である。広島県福山市出生、埼玉県出身、プラチナムプロダクション所属。かつては、ニュースエンターテインメントで子役として活動していた。5歳の時、親子向け雑誌に、母親と共に掲載されたのを機に、事務所のオーディションを受け、子役として芸能活動を開始する。 ドラマや映画への出演を経て、2018年から NHKE テレの番組、水園、サーにレギュラー出演し、プラチナムプロダクションの育成プロジェクト、シブサンプロジェクトでリーダーを務め、参加のアイドルグループ、P-ON に参加する。2019年5月7日、令和改言後初開催となる、ミスマガジン2019の候補者、ベスト16に選出されたことを契機に芸名を、 トヨタルナと解明する。7月23日に応募者3023名の中からミスマガジンのグランプリに選出され、7月29日発売の週刊ヤングマガジンでグラビア写真が掲載される。ミスマガジン2019ベスト16の中ではベスト16発表時に16歳で最年少だが、芸歴は最長である。 2021年3月に高校を卒業し、春から大学生となるため、同年3月28日、原宿ベルエポック美容専門学校にて実施される、令和2年度渋さん卒業式をもって、渋さんプロジェクトを卒業。アイドル活動に一旦終止符を打つこととなる。2021年4月22日、特撮テレビドラマ、ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガにてヒロイン。 静まゆな役を演じることが発表された。2017年2021年2020年2021年ツイート。ありがとうございます。